あれチカゴさんって僕チカゴさんですかチさんえ、これ何の回すか前意じゃねえかばかってるだから前意なのいろいろな複合的な理由って空気出してなんか自分正当化しようとしてますけどあんなの男とでやりたいだけ残ってるだけさあれは。もう帰りますお邪魔しました <laughs> <laughs> どうも、山里亮太のテラサウス山チャンネルでございます。もう二十八回目となりました。今日はですね、皆様第二十八話、まあタイトルをつけるならば。ダークヒロイン誕生。<laughs> いやー、まさかのところからパンチが来ましたね。うん、この子、どうしたの急に。えっ。誰か憑依したって思うぐらい。うん、ね。誰か憑依してこう。なんかこう、勝手に喋ってる、いとこ的な。感じなのかなっていう。ぐらい。 キャラククターーが急にに変わってダークヒローに誕生したことでございま,すまあそこに行くまでにいろいろまだございましたんでお話しさせていただきますとまあ大使はねもう相変わらずもうチカマッサージ受付やってるもうエロいもうずっと終始エロいチカ子にもうメロメロでございましてでハイキング誘うわけですね。でハイキングもうん行こうなんて決まりまして「でサンドイッチ作るからね」みたいなこと言ってなんかもう大使はウキウキですよ。ただ私ねあの みんなが「なんか大使ちょっとやりすぎじゃない?」みたい言ってるけども私は結構今回、えー、ここ何万前からかな死ぬほどの恋モードに入って大使先生はちょっと参考にしてるぐらい <laughs> あやっぱこれぐらいそうだよねなんか無理めな恋落とすためにはこれぐらいやるもんだよね男ってやってるんでちょっと私、あのー、大使先生とシンクロ率が上が上ってるんですよねそれは大使先生の戦い方が自分が尊敬すべきところとこうシンクロしてるかなかそれとも ハワイに行って大師先生の木刀を握ってからか <laughs> あの日から時々その時に何者か罪を切ってるんです私はその時に取りつかれてしまったか分かんないですけどちょっと頑張ってんな大師と思って僕は前向きに見てます。でまあ ちかこさんはエロいなエロいななんて言ったらこれもサービスカットと言いますかちかこさんと,ねあとミスハワイ島のシェリーがなんかバイトに行ってるんですけどもイベントコンパニオン的なバイトでねこのチャイナな感じの服を着てるわけですよタイトな感じでねまあ足からツーと舐めてってうわセクシーなまあもちろんシェリーさんもねえミスをハワイ島という言葉です素敵ですけどももうちかこさんの チャイナとの相性。なんでしょうね。近子さんのこの妖艶な感じ。セクシーさ何かなと思ったんですけど、気づいたんですよね。多人数出てる A. V. のエースっていうんですか。しかも。その素人ものと言われる A. V. の中で。え。この声ロエつきそうなら、そらこう。マジックミラー乗ってくるか。すごい、すげえな。で、け。 持ってんなこれ当たりだなっつってこう自分の頭の中にね「チャプター読んだなこれからは」なんていうのがのそ,のそのリアルさがね近子さんにはあるんですよねでそのチャイナの感じもそれがすごくいい感じであなんかあこれで登場するんチャプター2だなこれはみたいなちょっと金持ちそうな男たちにこうちょっと肩を抱かれてる感じでもすごくなんか生々しくていいななんてまあでもそれもバイトだとで、まあ、あとシェリー、まあ、エリックのことすごいまあなんか好き好き攻撃みたいなのさしてたんですよ。 でで結構シェリーさん、ね、そのエリックのことをあ好きなんだでちょっと結構グイグイいくんだエリックにあ相当好きなんだななんてこう、まあ、ピュアのもう一つの声でエリックもね「ポップアップストアから出てきてですよ、ね、いい感じでこうなんかやっと報われたというかエリックはずっと、ね、かわいそうにこの、ね、ところではあんまりいい扱いを受けてませんよ、ね、いつまでたっても CG が変わらないって言われたりとか、ねうん、やっとね素敵な声ができそうで朝ごはんデートだってやって、ね、もうエリックも、ね、奇跡が起きたと。 ね、この出会い本当としいなんですシェリーの方もなんかこんなおいしい朝ごはんは初めてだわぐらいの感じでこうすごい喜んであここはもうくっつくな新しいカップルで,できるななんつって思ってたわけですけどもそしたらですねあの朝ごはんでえとこにここですよ皆さんこの朝ごはんでえとこにピキ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 とこのですねダークヒロインと殻がパカッと割れる瞬間ですねまあ、まだだですよ、ま、だちょっとね。 あの殻の中カタカタカツとこうなんていうかシェリーあ言ってた <laughs> まあそのねその、まあ、シェリーなんです今回のダークヒロインは。でダークヒロインまだシェリーがねミス・ハワイ島っていうそのオブラートなんかあの恋にまっすぐだってこう大使がねいろんな女の子とデートして私デート誘うなら本気で誘ってくんなきゃそんないろんな人にチラ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 見てたら嫌よみたいな真面目な女の子っていうあれがね実は殻だったんですよ。 でであのと中からねね聞こえてくるわけですよ、ね「エリックのことは好きだけど私縛れたくないの」みたいな、まあ、まあそういうまあ自由奔放な声もあるけどまあエリックはそれも包み込んでくれるだろう。でイベントコンパニオンやってる時に言ってたんですねあれは結構ストレートですね金持ちとコネクションを作るためにやってる。うわなんかドロドロしてきたな、まあ、でもそれも仕事のためだから仕方ないかぐらいで,、まあ、でピキピッ。 ちょっとまだ開かないんですでも俺は思ったわけですああこの卵が孵化したら絶対最高に楽しいことが待ってるな早くこの卵割れないかなでも割れるとしても今週は無理かなまた来週とか再来週ぐらいに徐々に徐々に出てきて「えー、そんなこと言うんだ」ってなるかと思ったらもう番組終盤で出てきてやんの。<laughs> 卵から「よかったね」出てきた時シェリーがですねベロベロに酔って帰ってきたんですよね。ベロベロに酔って帰ってきてでロシア人とキスしちゃったっつうんですよ。ねであの あのバイトですよちょっと前半で映ったあそこかなんかで知り合った、ね、ロシア人とキスしたでもそれも仕事のコネクション作るためかなと思ったらシンプルに男前だからキスしてきたっつうんですよ <laughs> であげく酔っ払って座った目でね彼氏は欲しくないとねでまだ自分は、ね、いろんな男といろんなキスとかしてみたいしまあ多分カメラがある前でオブラートですけどもやりまくりたいわけですよまだね自由にセックスしたいっていうのになんで私一人に縛らなきゃいけないのしかもエリックってあのポップアップストアの人でしょみたいな。<laughs> なんかそれで結果よく自分がハッピーなのが一番大切っていうなんかこう自由人っていうあの勝手に自分のことをワンランク上のすごい人を見せるけどただのわがままなバカですからねあんなもんは自分がハッピーなのが一番大事って何なんと自分がハッピーなのが一番大事っていうのがまず誰っていう特定な人がいないで好きな時にデートして好きな時にキスをするそれが自分が一番ハッピーだって普通のやりまんじゃねえかバカ野郎っていうそれを一番ハッピーだって言ってこうろ々と語ってる時にああ。 会いたかったと思いましたね。こういうダークヒロインが欲しかったんですよ。私は。だからね、しかもね、これ助長していくと思うんですよ。で、いたコってあるじゃないですか。恒例の。僕あれでちょっとね思い出したんですけど、昔僕もいたこの人と話したことがあってね。で、その人が何でも呼び出せるって言うから、すいませんじゃあ,あの昔飼ってたカエルの玉器を呼んでくださいって言ったら、あのいたこの人が分かりましたっつって、ふるってやった後に僕に言ったのが、亮太君、お久しぶりだケロって言ったのだったですね。<laughs> いやあれはちょっとすいませんちょっと脇にちょっと余談ですけどねあれはびっくりしましたねで「どうだい元気かい?」って僕はその玉吉が入ったいた子の人に聞いたら「あれ今日はカサッカサケロ」ってこう手をされながら言うっていうですねあの一応両生類というとこを生かしたボケを言ってくるでそのいた子のお弟子さんがずっと「どうぞ聞きたいこと何でも」って言うけど質問はすぐ尽きてしまいましたねえそんなことをふと思い出したぐらいえ、まあ、その表ょ変ぶりでございましたから。 えー、このダークヒロインこのシェリーこれからどういうふうにね、えー、最低の言葉を紡いでくれるか来週あたりはまたいい最低な言葉を紡いでくれるそうだなと思ってますけどもあともう一個私がねいけつかないシーンってなったんですけどもあの中島さんね中島さんがあ、まあ、アンナと飲むっていうアンナってまあ出てってねなんか旅人になりたいっつって出てったやつなんですよそれがねもうそのアンナがまだまだいたんですよ旅人になるっつって信じられます皆さんね 旅立つっつっていろんなとこ行きますっつって、ね、まだ最初の村ずっといんの。もう ドラクエだったらもう考えられますよそんなもんでななかねあの私まだ旅に行ってなかったのって知ってるよバカ野郎見切りやがってこの野郎と思ってで旅行ってなかった理由がいくつかあるんだけどその一つにウエズも入ってるよってバカほとんどそれだろって、まあね、えお前なそのなんかどっか旅行ってね全然誰にも注目されないでただの旅になる前に、ね、テレビがついてくれてるそこでなんかちょっと素敵ないい声みたいなの見せてさらに挙句のあてにはこのね多分チンコでかそうな男とセックスしたいから残ってたってそれぐらいなのかバカ野郎が何大義名分つけていろんな理由のうちの一つはつっ,ってんだ その一つだけ残ってくせに「何らそうに言ってんだお前みたいなやつらねだいたいお前みいなあごめんなさいちょっと火がついてしまいまました、まあいろいろ言いましたけどかいつまんで言うと「素敵な恋してね」ってことです。<laughs> ことですまたお会いしましょうさようなら。